エリナちゃん、一緒に帰ろう。うん。周りの人がこっちをチラチラ見てる。私じゃなくてマルちゃんを見てるのは分かってるんだけど、それでも緊張しちゃうな。どうしたの、エリナちゃん。ずっと下を向いてるから。まるちゃんってすごいなって思って。ん？すごいって？今日のテストだって満点だったでしょ。ああ、たまたま山が当たっただけだよ。体育の短距離走だって断トツで一番だったし。今日はちょっと調子が良かっただけだよ。自慢をしないところがとても素敵だなって思う。それにエリナちゃんだってすごく可愛いよ。優しいところも。今度また一緒に勉強しようね。うん、だいぶお話をできるようになったけど、まだちょっと緊張しちゃう。一緒に勉強会をしてるし、学校への行き帰りもこうやってお話ししてるのにね。もっと仲良くなるにはどうしたらいい。心配事でもあるの？どうして？考え事をしてたみたいだから。悩みがあったら何でも話してね。私たち友達なんだから。まるちゃん、それじゃあまたね、エリナちゃん。まるちゃん、よかったらなんだけど、明日お出かけしない？お出かけ？ただいまー。お、おかえり。ここでうまる選手フードをかぶる。一体何をするつもりだ。うまる、帰還。第4コース、うまる選手速い。さあ、どんどん追い抜いていく。あーっと、出ました、うまる選手必殺のスクリューエイホー。オープニングは飛ばさずにじっくり鑑賞。先週のストーリーを回想しつつポテイトを頬張る。しょっぱい。そしてタケノコの山脈。あーあーあー、この組み合わせを最低4。そして口の中から水分がなくなり喉がカラカラになったところでポテト、すかさずコーラ。うまい。あふー、ひまりは今生を実感してるよ。おい、うまる。ん？どうしたの、お兄ちゃん。夕飯前なんだから食べ過ぎるなよ。あと、パソコンを使ってないなら消すぞ。今、ネトゲのアップデート中。
丸のものなんだからね。いらねえよ。おい、うまる、たまには部屋を片付けろよ。めんどくさいな。それに適当に置かれてるように見えて、うまるが取りやすいベストポジションなんだよ、これが。片付けてすっきり生活。外の収納レンタルコンテナ、今なら5000円プレゼントキャンペーン中。これだ。とったの、大きな声出して。いや、なんでも。さて、CM は飛ばしてっと。なあ、うまる。あ、なに？お前が片付けないなら俺がやるぞ。おお、さすがお兄ちゃん。おお、大平、来たぞ。悪いけど、早速始めてくれるか。夕方には帰ってくると思うからさ。手伝うのは別にいいけど、本当に大丈夫なのか。これ全部タヌキチノなんだろ。恨まれちゃうぞ、絶対。よし、これでタヌキチノの荷物は全部運び込んだな。ありがとな。じゃあ飯に行こうか。おごるからさ。なあ、大変しつこいようだけど、本当に大丈夫なのか。ゲーム機の一つくらい残してやってもよかったんじゃねえの。いいんだよ、あいつのだらけ癖を直すには徹底的にやらないと。でもよ、タヌキチ悲しむぜ。ただいま。なら少し話を聞け。
言うと思ったよ。だからお前のやる気が上がるご褒美も考えてある。屋上の真相とか黒い毛の牛とか。お前がそれを欲しいって言うなら買ってやるぞ。本当に。もちろんその分課題の難易度も上がるぞ。どうだ、モチベーションが上がっただろう。男に二言はない。念押ししておくけど、今までみたいにだらけてたら何も返してやらないし、買ってもやらないからな。マルも念押ししておくけど。